はい、ではね、今日もゼノブレード3やっていきたいと思いますが、ストーリーが全く進まん。あのね、もうね、広すぎてね、マップも広すぎし、やることがありすぎし、サブクエとかさ、今なんだっけ、楽譜の持ち主を探すということで、まあ、この間の、まあ、サブクエやってる時になんかストーリーがちょっと進んじゃったので、こっちまずね、サブクエをクリアしようっていうことで、行きたいと思いますけども、ここ30メートル下だな、これ。あ、こいつだ。メイ。この格好落とした人を探してるんだけど、うん、ごめんなさい。私にはわからないわ。そうか、ありがとう。まあ、今、サブクエが3つね、あるんだよね。前回の動画で発生しちゃったやつが。まあ、ちょっとそれをね、今回片付けてからメインストーリーのね、こっちのセントリッチ校に向かうっていう、まあ、あれですよね。キャッスルに、どっちだっけ、ケベスだかアグヌスのどっちかのもう一個のね、キャッスルに行くっていう話だったんですけど、メインストーリーは。まあ、多分今日行かないという気はしているんですが、はい、この格好落とした人を探してるんですけど、知らない。そうか、ありがとう。はい、ということで、あと何人ぐらいいんだ？あと緑のとこどこ行ったの？とりあえずこれ、あ、違う、メインストーリーじゃねえよ。こっちだ。あ、リアンネちょっと話しかけよう。話しかけてねえからまだ。その昔この一帯はケベスとアグスの戦場だったんだ。それもかなり激戦区だったらしい。両軍ともに、泥沼の戦いに最後に残ったのは、荒れ果てた戦場とムクロの山。そこに我々の先祖が移住したのさ。曰く付きの場所ではあったが、隠れ住むには都合が良かったわけだ。以来何も変わることなく、我々は今ここで細々と生きている。定住した人々を送っているのと。まあいい話だね。っていう話だね。ジュリエッタ。長老のモニカさんは本当にすごい方なんです。旦那さんとお父様であるゲルニカさんを失ってもリーダーとして、戦い続けてと。私も同じ、六氏族だったっけ前回言ったの。人間として彼女のように強く描かれたと憧れているんです。というとこですかね。じゃあ、もう近くにいんのかな、まだ楽譜落とした。うん、そっちだな。そこ人いる？あ、中に入るわけね、ここの。はい。こいつ、待って。あ、こっちか。ドアか。開く。で、いる？あ、いたいた。ホレイス。この楽譜落とした人を探してるんだけど、楽譜、うん、すまない。近いになりそうじゃん。気にしないでありがとう。名前、確かに覚えてる。あ、まだ閉まっちゃった。じゃあ、あとなんかこれ2人でいいんかな？あと残りは2人でいいのか？あ、なんかあそこに話しかけてるやつだ。ちょっと話しかけるわ。ギャレット。てか、ほんとシティ広くいいよな。長老はウロボロスであるお前たちを歓迎しているようだが、みんながそうは思わない。くれぐれもシティの平穏を脅かしてくれるな。確かに覚えたよ。こっちだって脅かしたかんねんよ。こっちだってね、脅かしたくて来てるわけじゃないんだよ。なんだっけ、メビウスを倒すためにね、ここに来てるわけだからね。で、あ、こいつか。ウェルウェル。この学校を落とした人を探してるんだけど、もうウェルウェルはこの心当たりはないもん。お客さんにも聞いておくもん。ありがとう。じゃあ、あと一人。こいつで終わりなんかな。あ、その前になんか新しいやつがいる。話しかけてない。ミネ。向こうにもいるな。はるか昔、死者たちは協力し合ったというのに、今の六氏族が対立することがあるんだ。特にドイル家やカシ、全然わかんねえ。ドイル家やカシ家の一長は、モニカや私とし折り合いがね、とはいえ安心をし、ウロボルセの助言を惜しまないからね。てか向こうにもさ話しかけてないやつがいたんだけどさ、ここら辺にいなかった。なんか星マークが、あ、いた。文月山下瑞希、違う。私の推しメンですけど、乃木坂の。お前たちは知っているだろう。アグヌスとケベスは永遠に戦いを続けている。そして我々は永遠にアグヌスやケベス、そしてメビウスに見つからないよう生きなければならない。この世界に終止符を打たなければならないと思ってるんだ。確かに覚えたよ。じゃ、とりあえずこのサブクエやるか。ネオン、この学校とした人を探してるんだけど、これおじいちゃん、あ、いたよ。もうまた道端に捨てちゃったんだ。ダメだよって言いに行かなきゃ。私はその人に会いたいの。一緒に行ってもいい？いいけど。じゃあ探すの手伝って。おじいちゃんのことだからきっと橋の上で悩んでると思うんだ。分かった。おじいちゃんと話すの大変なんだよな。名前、確かに覚えたよ。トドロキと話す。どこにトドロキが。まずロザーナが、ちょっとまず、皆さん IT 事業から来られたのね。あ、そうだけど、あの人に出会わなかったかしら。ミリク平原の方へ向かうって言ってたんだけど、うん、どうだろう。名前、確かに覚えたよ。あ、向こうか。橋の上ってすぐそこじゃねえかよ。あ、そいつね。そこのじいちゃんね。はい。トドロキさん、持ってきましたよ、楽譜。あ、いた。おじいちゃん、また楽譜を捨てたでしょ。いい曲が書けないからって、そんなことしちゃいけないんだよ。書けないって、あの楽譜の旋律やった、あなたが作ったの。私たち続きが知りたくて、あなたを探していたの。とても素敵な旋律だから最後まで奏でてみたいなって。
え、言っちゃったけど。なんで？なんだよ、なんか言えよ。なんか言ってくれよ。頼むぜ、なんか言ってくれよ。あてな。ついてこいってことだと、あ、そうなの？ついていけばいいの？随分なんか無口なじいちゃんだな。名前、確かに覚えたよ。え、どっち行った？あ、向こうだ。逆だった。こっちじゃん。早く行って。遅いんだけど。まあまあおじいちゃんだからしょうがないんだけどさ、ちょっと押してあげるか。押してあげよう。押してダメだ。押せねえ。早くちょっと早く。いや邪魔、もうダメだ。邪魔してんのかなこっちが。もうじゃあもうこのゆっくり行くか。もうこれ歩いて。遅いな。ちょっとこれこっちからカメラアングル変えてみようか。これこういう、すげえな。なんかじいちゃんを先頭に戦っているじいちゃんとその他6人の勇者たちっていうリクとマナラを言えば8人なんだけどさ。待って、どこ行くで、早く行ってくれ。おそらく次のなんだなんとかの日もわしの息子も、え、ちょっと体温が邪魔してねえか。体温が、え、ここに名前が刻まれると、あ、それ違うか、別に轟が言ってるわけじゃない。下か。これは長えぞ、これ。これは長えぞ。じゃあ早く行ってくれ。轟じいちゃん。これ先行ってもダメなのかな、これ。早く行かねえかな。どこなんだろうな、目的地。これでまだすげえ遠いとか嫌だよ。まあ、ゆったりとしたゲームいいんだけどさ、メインストーリーも早めに進めたいからさ、これだけに時間取られるんだよな、この歩いてるだけで。どこなの、どこ、ここで、ここにしてくんないかな。ここに、いや、曲がってしまったな。曲がったってことは多分このまま結構まだ距離があるな。おお。で、右な気がするな。お、行かなかった。あ、ん？やっぱ右じゃねえかよ。で、ここ登ったところか。あ、登ったところだと人がいねえから、多分登ったところだろうな、多分。多分ここがゴールな気がしてきたぞ。あ、そうだ、絶対。なんか奏で始めたな。綺麗な音、楽しくなってきました。もうおじいちゃんとっても楽しかったみたい。俺たちも一緒に奏でてすごく楽しかった。送りの旋律とはまた違って元気が出てくるっていうか、聞いているだけでこの場にいたらみんなが一つになっていくような不思議な感覚がしたよ。またやってほしいです。もういつか俺もこんな戦術を作ってみたいな。君ならできるよ、きっと。あ、クリアした。楽は轟が捨てたものだった。彼と共に演奏することで7人の音楽に触れることができた。はい、ということで1個クエスト終わったので、まだクエストがあるんだよな、全然。どれだっけ？次。これだ。読めない。なんとかがつなぐもの。ロスナンバーズの舞台に興味を持った者たちは、のオムシ地帯へ向かうことにした。じゃあ、これいくか。で、のオム湿地帯はどこなの？待って、マップ。ここじゃねえな、絶対。なんかクエスト関連イベントみたいなのがあったけど。マップは、体験じゃねえよな、絶対。ガテンシ、どこだ？ガテンシア地方で合ってんのか。あったあった、ここだ。じゃあ、ここに飛ぶか。これ今日クエストだけで終わる気がすんな。なんかクエストクリアしたとしてもいろいろマップでまだ行ってないところがすげえあるから超行きてんだよな。あっただ、ここだ。指定された人物と話す。水木出た、山下水木。私の大好きな乃木坂の推しメン、愛しの水木。あ、男じゃねえかよくそはい、お前たちは安心してくれ、俺たちは味方だ。
モニカさんの知り合いなのあなたたちを手伝えないかなと思って、モニカ長老のということは君たちウルバゴルスか、助かってここはいいからこの先に隊長の援護を頼む、モンスターのせいでお返しを遅れているようなんだ、了解任せてくれ、あなたの方は大丈夫、ああこっちは問題ない、守備は上々だ、アマサラスに逃せシティに持ち帰るさと、でこのザンムクロ、俺たちを支えているんだ大事に使っている、ザンムクロって残ったムクロで何て読むんだこれ、残骨わかんない、大丈夫、なんだか辛そうだけど、この間人の出身なんだユウってやつでさ、私あるってやつだ、そこで死んだやつがいるってことはこれを思い知らされて、残されたすべてのものにこれたちは感謝しなきゃって思うんだよ、その気持ちわかる気がするよ、確かに覚えてよ、あそっちか 300m、 まあ別にそこまで遠くねえかな、ちょっとナビだけつけておくか一応、はい、あそこじゃん、あそこだな、目的地があそこの黄色の黄色く上に伸びてるところだな、てか今レベルこいつはいくつだっけ、50ぐらいだっけ、レベル50いくつで44、まあだいぶ格下だねこの辺の敵は、なんかいろんなことやってたさ、なんかマップいろんなとこ行ってくるさ、ユニークモンスター倒したらもうレベル50超えてんだよね、いつの間にか、なんか寂しくなってくるな、なんか終わりに近づいてくるような気がして、レベルが上がると、あいたいたこいつだこいつだ、柿つばた、はい、え来たねウルボロスくん、ウルボロスたち、水木から連絡は受けてるよ、山下何回言うんだい、声でけえ、あはは、それは失礼したね、痕跡は残んないから安心した、元気そうで安心したけど会社遅れてるんだよね、ギラフェに手こずってね、何気に入ったんだか目標にぴったりくっついて離さないようにさ、あのレウリスのパーツだと早々回収できないんでね、できれば傷をつけたくないんだが、だからギラフェをぶっ倒したいんだろ、余裕、目的はパーツの回収、敵戦争は、敵の退治は2の次副所、うおなんで急に、優先順位か間違いないよ、支える命はあんたが思うよりずっと多い、常にその自覚もしたらいいな、すみませんでした。わかりゃいい。間違い者も新人の仕事だ。新人？新人だろ、ほら、駆け足。あんたらの力でやられて確実にあのパートを回収してくれ。頼んだよ。名前、確かに覚えたよ。あそこか。なんか、ムクロがあそこにあるな。まあ、とりあえず、後でやっとくわ。やっとくので、とりあえずここで、あそこに、なんか戦ってんな、そこで。あそこちょっと無視するか。ちょっとここのバトルしてるところからちょっと一回無視させてもらって、注目、いい、大丈夫です。ここは今回参加しないんで大丈夫です。後でやります。はい。あそこだな。レウリスの、あ、これだ。特に敵はやんなくてよかったな。調べる。これ持ち帰れば。あ、これ持ち帰れへん。そこに。はい。カキツバタのとこにこれ持ってって。あ、レベル53か。なんか肉マナだけすげえ低くね、45って。なんで陸マナラだけあんな低いんだレベルが、あれかな、休憩ですれば上がるんかなあいつら、はい、カキツバタ持ってきたよ、よくやった、余計なも傷もついていない、大したもんだよ、さすがウロボルスだね、認めてもらえたのはよかった、初めから僕たちを試していただろう、ウロボルスの力をどう使うか、ロストナンバーズの生き方に寄り添えるかをバレてたか、思ったより知恵者がいたようだな、うちの太陽なめんなよお前人たちが帰るという思い知ることができてよかった。教えてくれてありがとう。感謝してね、こっちです。あんたらのおかげで部下を危険にさせずに済んだ。特に水木は、山下もういいって。新婚ほやほやでね、あいつに、え山下水木新婚なの、やめて。推しなんだよ。やめてくれよ。あいつ今でもしものことがあったら、目に流れちまうと。って、余計な話だったからさっさと撤収しないとね。これからもよろしく頼むよ、ウロボルスたち。あ、クリアした。なんか特に敵もいなかったな。楽だったわ、これ。はい。隊長カキツバタとしてやったノアたちロストナマンズ活動で兵士のさまざまな思いを知ったのだというところですね。で、あとクエストが残り1個、なんかちょっと重要そうなのがあったんだよな、サイドメニュー、これヒーロークエストだよね、多分。あ、サイドストーリーユニか。うん。これだね、これやってとりあえずサブクエ終わるかな。黄金ランク昇格してコロニーファイルだから連絡取れないし、ボロリアスとボレアリスと合流して挑戦に向かう。ってことはコロニー4に1回行くんかな。違う、インビディア参道だな。どこだそこ。これどこ行けんの、インビディア参道、ちょっと待って、一回マップ行くか、マップ。インビディア参道ってどこだ、コロニー4ってこっちの地方だよな。あった、ここだ。あ、違う、これ違うな。これ違うやつだ。うん。これ違うクエストだ、これ。え、こっちじゃねえな。違う。ってことは、コロニー地方ねえんだよな。クエストの目的地点のあれがないんだよな。ここでもねえな。え、どこ、どこだ、いろんな場所へ行ったよな、あ、これか、ここだ、これどっから行くんだ、これ、こっから行けそうにはねえよな、
包囲四方、これどうやって行くんだ。ここはもう行き止まってるし、これどっから行くんだ。包囲四方からだな、多分。多分まだ包囲四方で開けてないところから多分そっちから行くんだろうな。ってことは右下だったから多分この辺からだろう、多分。ここじゃない、とりあえず。違うかな。で、いや、ちょ、待って待って、これ一回さ、ちょっと試したいのさ、これさ、休憩ポイントですね。今、陸マナナのさ、陸マナナのさ、レベルがさ、すげえ低かったからさ、こいつらだけ、あ、やっぱ上がるわ。ちょっと行くわ。あ、やっぱ上がった。55まで上がった。すげえ上がった。やっぱ休憩してねえからだ。ボーナスポイントが溜まってたんだな。はい。で、とりあえずこれはこれでいいや。こっちは何メートル先なんだ。全然出てねえな。あ、とりあえずペンデアス地方に行かないといけねえのか。でもマップ的に、あ、やっぱ違うな。違うぞ。ちょっとね、このナビゲーション取って目的地まで行きます。じゃあそこまでちょっとカットしますね。はーい。うん。エーセルが死んじゃったとこだな、ここ。開いてなくね？これ。これ開けんの？これ。あ、右か。これだな。イベントスキップ。なんかあんのか？なんかいるな。なんか、あ？何？何？ターキンじゃん。何？あ、そういうこと？インビディアサンド。あ、ここだ。見つけた。で、ユニークモンスターいるわ。じゃ、ちょっくらこいつ倒していきます。はい。じゃ、ちょっとカットします。終わりのところぐらいからやるかね。はい。じゃ、とりあえずちょっと削っていきますね、こいつ。はい。あとちょっとのところまで来ました。別になんかそんなに強くないな。レベルが誤差 ?5 個差があるので。だから今チェーンアタック溜まってる状態で、インタリンクのレベルがね、ミオとノアのやつが3なので、多分インタリンクすれば勝てるんだけど、経験値ボーナス使いたいんで、なるべくギリギリでちょっと使いたいかなって感じです、チェーンアタック。なので、もうちょいかな、もうちょい落ちたら、もうちょい HP が減ってきたら、でも減りすぎるとね、チェーンアタックできなくなって終わるっていうのも嫌なので、ちょっとそろそろインタリンクになっとくか。ちょっと今このぐらいからインタリンクになって、もうちょいかな、もうちょい削ってきたら、もうちょいだな、多分。もうちょい。じゃあ、そろそろ行くか。はい、じゃあ、そろそろ行きます。これでチェーンアタックで多分行くとは思うんだけど、ボーナス行くかな、経験値。っていうところ、あれ？マジか。ミスルギア落ちてた。気づかなかった。じゃあ、側面ブレイク一回入れとくか。入んなかったな、ブレイクが。63。じゃあ、回復一回入れとくかな。エーテルボゲダン行くか。待って、これ100いっちゃう？よく考えてなかった。あ、止まった、よかった。じゃあ次か、一回回復入れとくか。いや、多分次、これ回復あんま意味ないんだけど。次が、ちょっと待って、どっちの方がいいんだ？わかんねえな。とりあえずいいや、無敵強だとは。あ、行かなかった。150。これで行くかな？次のミオのターンで、あ、で行ったね。これで行くわ。はい。で、オーバーキルなんで、こっから経験値ボーナスが入っていくと。232。252。どうすっかな、アタッカー最後に決めるかってこと、一回ミオでいっとくか。公平と思うけど。66。次、ノアいって。ノアじゃねえ、ランチ行くと行っちゃうかな。まあいいや、じゃあもういいや、とりあえずもう。はい。これいいっす。で、あとノアで、最後ノアでもいいや。で、ノアで、これ何がいいんだ？ 86 か。ってことは、あ、ブラボーか。300いくかな？経験値ボーナス300。300いってほしいな。289。293。あ、いた。300いた。320%。はーい。撃破。
はい、ということで、まあ、あんま強くなかったな、ユニークモンスター。っていうことなので、またちょっとね、近づいてきたら、動画として、まあ、でも新しい場所だから別にこのままやってもいいんだけどね。じゃちょっとカットします。近づくところまで。まあ、このまま特に敵とかね、無視していきたいと思うので、はい、じゃちょっとカットします。なんかさ、進んでる途中にさ、やっぱまたいるんだけど、ユニークモンスターが。ということで、まあ、ここの辺もちょっとね、倒しておくんで。はい、じゃとりあえず一旦カットします。はい、残りちょっとまで来ました。なんか、ユーニックが落ちてるなって。タイムなんかやべえな。残り、もう少し勝てんだけど。なんか、この感じだとあれだな。チェインアタック決めずに終わりそうな感じがするな。あと半分以上、経験値ボーナスちょっと惜しかったんだけど、まあ、いいや。って感じかな。背面特化ついてね、背面から攻撃して。あ、そうだね。チェインアタックする前に終わるわ、これ。まあ、いいでしょう。まあ、インタリンクできるけど、レベル2。まあ、いっか。このまま行こうか。はい。とりあえず、このまま行きます。あと、もうちょい。OK。つうことで、なんかもうユニフォースになんか雑事で2個出てきたな。2個。2体。ということで、あと500メートル先ぐらいなんで、まずちょっとね、カットしたいと思いますので、また近くなったら行きます。はい、ということで、目的地が見えてきたので、まあ、あそこだよね。ちょっと行きたいと思いますけれども、ここになんだっけ？まあ、ユーニのサブクエだったけど、なんか前回の話あんまり覚えてないんだよな、もう。もうとりあえずこのムービーを見てちょっと思い出したいと思いますけれども。はい。あ、うわ、ムービー入った。へぇー、お前ら、案外早かったな。ボレアリス。待たせるのは趣味じゃないからな。いいね。コロニー5の場所は。なあ、この先のロスカ大地だ。洞窟を抜ければ見えてくると思う。なら急ごうぜ。このモヤモヤ、早いとこ吹っ飛ばしたい。ユーニが焦ったところで事態は変わらないもん。別に焦っちゃいねえって。注意した方がいいって言ってるんだよ、行くわな。そうも、メビウスが関係しているならなおさらも。分かったよ、一応自制はできてるつもりだけど、先走りそうになったら言ってくれ。ほえらしくねえぞ。足引っ張りたくねえんだよ。クエスト更新指定された場所に向かう。ロスカ洞窟。まあ、とりあえず洞窟抜けんだろうな。いいかな。もうとりあえずヒーローはめんどくせえから変えずに、ベストの状態でいきたいと思います。ロスカ洞窟。うん、だから途中のね、敵はちょっと無視していきたいと思いますけども。あとでこの辺はゆっくり探索させていただきます。なんだここ。あー、44レベル。まあ、レベル的には低いな。こっち左だね。コロニーラムダってどこだったっけ、もう覚えてねえんだよな。ラムダ、あそこだ。なんか袋っぽいのもあったな。ここだな。なんかこの先にボスっぽいのがいそうな気が。あ、ムクロだ。なあ、くそ、嫌な感じがするぜ。なんかやっぱコロニー5だからな。コロニー5で失勢感がいるんだろうなっていう気はするけど。てかムクロは言い過ぎじゃね。送ってあげないとな。なんか相当ヤバそうな敵だけど。はい、でここにも。てかなんかマップ見るとなんか一匹なんかムクロを取り残してるような気がするけど、まあいいや、まあ後で来るわ。とりあえずこっから進むところにムクロがいたやつだけ対応する。今はこいつだな。
はい、じゃあここだね。なんだこれ。の、この傷、それにこの高さ、もしかすると、ああ、ウロボロスやメビウスの体格でないと、この傷はできない。ってことはメビウスか。戦うのか。なんでだったらクラス直しとけばよかったかな。上がんねえよこれ。全員レベル10のクラスにしてるからな今。まあでもとっととやっつけられるっていうのもあるけど。あ？サイドストーリークエスト言うの。まあいいや。はい。行こうか。でもこの辺だったらまあ楽だ。行くからな。もうカットでもいいけど。まあその辺ちょっとわかんないですけど、カットしてるかどうか、やってるかわかんないけど。でも HP の変そんな速くねえんだよな、46レベル。もうインタリンクになって全部まとめて攻撃しようか。もう。はい。え？やめろ！戦闘中止だ！あんた、ボレアリスだろ。エセルの、コロニー4の。まあ。そうだ。ならお前ら違うのか。何が違うとは。違うんだな。あの化け物の仲間じゃないんだな。化け物って。メビウスのことか。よかった。突然だったんだ。軍務長が黄金を排除した翌日の夜にあいつは来た。アグヌスの兵器でも土着の生物でもないことは一目で分かった。笑ってやがったんだ。俺たちを殺すためにあいつは。メビウスだね、間違いない。だがなぜコロニー5を。それを確かめに来たんじゃねえか。理由あるはずだろう。コロニーはウルスラはどうした。わからない。俺たちも逃げるのに精一杯で、隠れる場所を探して、そしたらあんたらが。そうか。もう目と鼻の先だね。行く？当然だろ。もしまだメビウスがいるってんならぶっ飛ばす。ああ、見たところ彼らはメビウスの支配を受けていない。守るべき対象だと僕は思う。俺もそう思う。あんたら一体。アグネスとも一緒だし。ことが済んだら詳しく聞くといいぜ。たまげるぞ。よし、じゃあ進むとしますか。その前に彼らを安全な場所まで護衛しよう。怪我人もいるみたいだし。ああ、そうか。確かに戦闘は無理そうだな。洞窟の入り口はどうだ。あの辺りなら危険はね。洞窟の入り口か。分かった、そうしよう。あんたら恩に切れよ。で、指定された人物についていく動向。まあついていけんか、とりあえず。戻ってんだなこれ一応。なんだか珍しいのがいるね。さっきまでいなかったよな。ああ、ムクロに引き寄せられたのか。おお、これは。うん、一掃しましょう。いや、しないっすしないっす。で、
こっちか。あ、いいじゃん。こうだ。ここから出りゃ、ひとまずは安全だろ。サイドストーリーに投稿。あ、え、他3人が来てねってこと？待って待って、どこ行ったん？他3人。え？これって珍しいもの？え、別々のところに行くのこれ？どこ行った？これ2人連れてってもさ、あと1人は、あと1人連れてこないとなんだよ。はい。え、あと1匹、1匹コロニー5、兵 C、 どこで置いてきたあいつ、どこにいる。なんかだいぶだいぶ遠いとこにいね、ここから。どこだ？え、どこだ？どこに置いてきたあいつ。全然前じゃん。え、どこ？これ一番最初じゃん。来いよ、早く。珍しい会見だな。さっさと行ってくれよ。おい、はいはい。これなんでまとめて全員行かなかったんだこれ。ふう、なんかコロニー5兵 C のせいでかなり時間食ったなこれ、こいつのせいで。はい、出てきましたよ。お前たちはここにいろ。コロニー5へは俺たちが行ってくる。すまない、本来なら俺たちが行くべきなのに。なんと礼を言ったらいいか。礼ならこいつらに言ってくれ。主に戦うのはこいつらだしな。なんだよそれまあいいじゃねえか。とにかくウルスラのことなら俺たちに任せろ。おい、じゃあとりあえず行くか。また戻んなきゃな、めんどくせえな。入り口まで戻したわけだから、一発で行きたかったな、あそこ。まあとりあえずでもこの後多分死生観と戦うんだろうな。推奨レベルそこまで高くなかったからいけるとは思うんだけどな、53で。ムクロがあるな。とりあえずこいつだけ送ってあげるか。このままにはしておけない。OK。で、この先だな。待って、あと1匹いるな、ムクロが。ちょっとやっぱ気になるからこいつだけ送るか。ノア、頼んだぜ。ほい、じゃあ行きますか。もうすぐだろう。あと101m。これ抜けたとこだな、多分。あれ、なんかあるな。この先きっと役立つ。あ、こっちの こ、え、待って、これどうやって行くんこれ。え、あ、こっちか。あ、そこで抜けるのか。悪
断しかしね。マジ覚悟決めとくか。マジか。急ごう。まだ可能性は残ってるだろう。この先だな。ここもきっちり倒しな。あ、やべ、セーブしなかった。まあいいや。やばそうだな。命の日時計まだ輝いてる。わずかだね、命の量。兵士、ほとんど残っていないんじゃないか。メイビウス。やべえな、ウルスラか。下僕みたいなもんだからどうでもいいや。それにしても運がいいね。私らが断罪の最中に来るなんて。断罪の最中。あ、ひょっとして気づいちゃった？何をだ。なんだ違うのか。ちょっとがっかり。コロニーランクのことに気づいたから来たんだと思ったのに。ランクだって。そう、ランク。あんたら必死にあげてたでしょ。楽したくて敵の命奪ってさ。何が言いてんだてめえ。もうバカでしょあんた。これだけ状況が揃ってんだよ。ちょっと考えればわかるでしょ。黄金になったら破壊されるみたいな。なんだぞ。ふん、バカにもわかりやすいように教えてあげるね。あのね、コロニーランクを作ったのは私たち。メビウスなの。土暮れに始まって、次が聖堂。聖堂の次が釈堂。釈堂から黒金。黒金から鋼。鋼から白金。そして、白金から黄金。あんたらもう必死になってさ、毎日毎日殺し合ってたよね。答えろ、何のためにランクを作った？だってその方がモチベ上がるでしょ。何？人間ってさ、常に目的が必要じゃない？ブレイドをグレードアップしたいとか、美味しいご飯食べたいとか、長生きしたいとか。こいつ、私たちはそれを与えてあげてるだけ。上がってる最中ってさ、すんごく輝くんだよ命。もう最高だけど、上がりきっちゃったらあとは下がるだけ。あら、そしたら役に立たないもんね。だから刈り取るの。最後の抵抗を見せる、最後の命の輝きをね。つまり黄金ランクを見せかけだったと。だから言ってんじゃん、モチベだってさ。今まで騙してきたんだな。そんなことも知らずに私たちは戦いを。はあ、何言ってんの。勝手に突っ走ってったのはあんたらでしょ。
誰も強要なんてしてないし、何より喜んで殺し合ってたじゃん。喜んでなんかいねえ、喜んでなんかいるもんか。ずっと怖くて、それでも戦うしかなくって、黄金まで上がれば戦わなくて済む。それは、それをてめえらはバカだからでしょ。ちょっと考えればわかること。考えるのを放棄したのはあんたら。冗談じゃねえぞ。考える暇さえ与えなかった奴らが言うことかよ。だからバカだって言ってんの。与えられるものしか受け取らないで、それで文句言われたって。ひでえな。ねえ、この野郎、言わせておけば。やっちゃえ。あたしらの命を何だと思ってる。本当だよ。言うに、こいつわざとムカつくこと言ってるだけも、冷静になるも。大人。リク。こいつ、ユーニたちウロボロスが怖いもん。だから冷静さを失わせて、やっつけようとしてるもん。私たちが怖い？あんた、ちょっとだけ賢いね。おう。ノッポンって、不干渉って聞いてたけど、違うのか。まあいいや、ちょっと予定が狂っちゃうけど。まあ戦うよね。まあそうなるよね。その命残らず。あ、2人相手になるのかこれ。新しい。あ、47で。X と、わかんねえ、もう一個なんか X と L か。まあ別に名前なんかどうでもいいんだけどさ、 X から行く。どっちか行った方がいいんだろうな。わかんねえな。L が一個も話してねえか喋ってねえからさ。HP の減りそんな早くねえんだよな。はいね。寝てるな、みんな。どっちから行った方がいいんだろう。わからねえ。あ、なんか封印された。封印されてねえ。ノアがやられてんだ。X からでいいんかな。これめっちゃ時間かかるぞ、これ多分。この HP の減り具合。ちょっと飛ばしながら行きますね。はい。はい、じゃあ、X の HP が残り半分ぐらいまで来たかなってとこですね。うん、別にそこまで強くねえかな、今のところはね。あの、なんだ。これが怒りモードになってくると、本気モードっていうのかな。それになってくるとどうなるかわからんが、まだレジタリングレベル2か。でも、セナとランツがレベル3。でも、ノアたちがいいんだよな。あれ、どこ行った？あ、行った行った。あ、レベル3だった。でとりあえずインタリンクになってチェーンアタックいくか。半分切ってきたな、残り。ノアミオがギリギリのところになるまで溜めて、そこからチェーンアタックかな。でいくか。はい、とりあえずね、ブレイクさせたいんだよな、一旦。無理かな。入んねえな。レジスト。一旦ランチ入れとくか。一発入れときたいから。待って。行っちゃってんねえ、ハグ。最悪だ。いつもなかった。あとチェーンアタック一回あれは終わるかな、多分 X は。L がわかんねえんだよな、どんな感じか。ノア一発いっちゃうかな。ノア一発入れたいんだよな。回復しときたいから、とりあえず回復し、いいや、もう回復いくか。はい。とりあえず回復。
で99で止まるでしょ。でもう一発回復入れといて、ミニオンがまだ半分ぐらいなんだよな。いっか、ノアでこれで。ブレイク入んねえかな、ブレイク。あ、入った。次、ランツがダウンさせてくれりゃいいんだけど。32万か。ミニオンの HP がやっぱあれなんだな。寝てる。寝てる。ミオが落ちる。寝てる。ミオが落ちる。ミオが落ちた。起きろ。起きろ。起きた。すげえな。入れんとこ。海に落ちてる。助けてあげて。全体的に HP 減ってんのな。とりあえずリジェネレーションのこの回復、あ、でも落ちた。まだこれ集中攻撃してなくね。まあいいか。いや、なんかあと1回行けば終わると思ってんだけど無理かな。ミオは寝てるんか今。また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 。今どこにいんだ X は。あ、ここだ、いたいた。ランツが落ちる。落ちた。え、待って、セナも優に落ちてるじゃん。マジ？え、回復さんに落ちてるんだけど。え、ノアも落ちてるんだけど。マジ？え、イスギも落ちてるじゃん。やば、落ちるじゃん。やば。あ、落ちた。マジ？優に落ちてる。いや、セナ落ちた。あ、まずい。あ、お、まずいわ。え、まじ、非常にまずい。チェーンアタック。あ、まずい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 。みんな死んでる。やべ、イスルギが。あ、やべ。いや、散った。イスルギが落ちてるのが散った。あー。これ失敗したな。まあいいや。とりあえず回復。まあ、やられるよ。一回使っといて。まあ回復だよな。とりあえず。23、ミオでいっか。危なかったな、でも。よかったかな、引きしといて、チェーンアタック。どうすか。エーテルボグラン。45。どうすっか。33。これ3周目いけるんかな。で、ノアでとりあえずいっとくでしょ。ブレイク決まんねえな。いらねえ。33、37、無理だな、多分。ブレイク入れ。入らねえ。少ねえ。あ、なんとか一撃が。いいや、もうインターニックしとこう。やべんだよな。普通に強いんだよな。なんか残り半分になったから。
なんか落ちるな。あ、おかおか、落ちる前にインタリンクしてくれてありがとうよ。 X がもうちょい。X もうちょい。あ、スリープなっちゃった。ランツ落ちんな。やべ、ノアも落ちた。あとちょっとなんだけど、X は、あ、そうだ。え、もう X 片付けて、とりあえず早く。あともうちょい。あ、落ちた、行ったろ。まだ行かない。あ、いた。よし、とりあえず X は落ちた。あとこいつだ。あと残り1点には行くだろうな。長えなー。まぁ、あ、ちょっとまたこいつ HP 半分ぐらいになるまでカットしますね。はい。はい、L の HP が残り半分ぐらいのとこまで来ました。とりあえず、まあ一人削ってるのでそこまでってとこですけど、今ただ残り HP 半分切ったところでどんぐらいの本気モードになってくるのかがわからないんで、そこがちょっと心配ではありますが、半分切ったな。局面チェインアタックまで行かないか。インタリングレベル3か。いけるな。あ、でもチェインアタック溜まってんか。ノアミオもレベル3になってんだよ、とりあえず。なっとくか。でもチェインアタックまだ溜まってんだよな。でも溜まるからなっといてもいいからな。どうだろう。どうだろうって、な、これで溜まってないでなんだね。あ、なったな。で、とりあえず。ダメだ、ブレイク入んねん。てか、体温やられてるじゃん。で、全員いる状態で、あ、OK。誰かやられるより今や打った方がいいんかな。でも、ミューがもう終わる。ミューじゃねえ。チェーンとか終わる。OK、ブレイクだ。よし、とりあえずこれ一回ダウンさせて。ランツでダウン。OK。で、スタンさせるでしょ、一回。スタン。78。一旦これでブラボーにしとくか。物理防御だ。ブラボン。じゃあ一旦ノアで打っとくか。まあ、30だからノア。とりあえず回復しとくか。まあ、あとは60。うん、そうだね、回復しとくか。太陽がまだ全開じゃないから、とりあえずもう一回回復だろ。で、99なんで、あとイスリーでいいよ。ミス脱ぎで、デバフ入んねんだよな。あ、まあ8000か。あとチェーンアタック1回ってとこかな。対面特攻
出さないで。ごめん、レジストか。あ、やべ、ヘイトのこっち見てる。回復したい。回避、回避、とりあえず回避。なんでヘイト、ヘイト、ヘイト、ヘイト向くんだよ、こっちに。なんでヘイト向いてんだよ、こっちに。ノアに向くんじゃないよ。ディフェンスに行けよ。やばいやばいやばい。ヘイトどこ行った？ヘイト大丈夫？ノアじゃない、オーケー。ノアじゃなくなった。で、そこへ。で、背面でシャドウは打って一回エクシルバスト打っとく。インターニングレベルに。でもチェーンアタックはそんなに溜まってねえな、お前。インタリンクレベルにチェーンアタックがまだ溜まってない。で、ユーニが落ちた。レベル2か。徐々に減ってはいるんだけどな。あ、インタリンクレベル3になったな。次のチェーンアタックで決めたい。経験値ボーナスも入れながら。で、背面が欲しい。チェーンアタックそろそろ溜まるかな。あともうちょいで溜まる。インタリンクまだ早いか。溜まったな。インタリンク行くか。ちょっと早かったかな。まあいいや。ブレイク。TD まで。TD まででも倒しちゃうとあるんで。いいか。ブレイク状態だから一回ダウンしましょう。ランツでダウン。あれ待って、ブレイクが溶けてんな。最悪だ。あ、ブレイクになってよかった。51。あ、ダメだ。ダウン入んねえ。ランツでやると超える気がすんな。うん、超えるな。多分超える気がする。どうすか。いいかもう。いいよ、もう急ぎいいよ。ここで終わりじゃないぞ。これで決着をつける。うん、次に行くね。覚悟しろ。このまま決めさせてもらう。で、まあ、ダウンはとりあえずさせといて、で、続きましてスタンも一応させておきましてと。スタン、あ、おわぎが入った。43、79で99まで持ってって、で、あとはノアで締めてもらうと。あとはもう経験値ボーナスの話だから。263、3倍いくか。297倍。 TD3 倍いかなかったな。おかげさまでね。あ、倒してね。けど言っておくよ、別に好きでやってるわけじゃない。
生きるためにやってるだけさ。変わんないね、ただの兵士だった頃と。死ぬのが怖くて必死に殺し合ってた頃と。大違いだよ。もう自分のためだけじゃない、いろんな連中の思いがこいつには乗っかってるんだ。だからもう怖がらない。私たちの本当の命を取り戻すまでどこまでだって進んでやる。へえ、言うじゃん。ならどこまで来れるか見せてもらおうじゃない。おーおー、逃げる気満々の物言いだな。当たり前でしょ、私は忙しいんだから。あんたらだけに付き合ってらんないの。じゃあね。逃げた。てかエルはどうなったん。何だったんだろうな俺たちの戦いって。結局どこにいたって戦いはなくならないんだな。生きてる限り俺たちは戦い続けるしかない。それは変わらないよ。逃げられないってか。どう捉えるかさ。食料を調達するのだって作物を育てるのだって戦いだろ。まあな。面白いこと言うな。戦いなんてただの言葉さ、うん、ただの言葉なら大事なのは何をするかだな。中身の方がよっぽど大事だ。私さ、見つけられたと思うんだ。ん？あんたやエセルや他のいろんな連中のおかげで。そんでもう怖がらないってか。僕たちは皆同じさ。完璧じゃない。未だに一瞬一瞬の恐怖はある。だけど止まらない。うん、エセルがそうであったように私たちも進みたい。私たちが望む道を。うん、かっこいいね。どこまでだってな。あ、クエストクリアした。タイトルストーリー、ユーニ。コロリーランクは、メイビー物が戦争の意欲を向上させるために作ってもらった。だが、歩みを止めずに前へと進もうと。メディックガンナーランク、あ、マジか、こういうのがあるんだ。メディックガンナーの継承クラスが限界突破。ランク上限解放されて、ランク20まで成長可能で。へぇー。ってことは、これ全員やんだ、こういうの多分。あ、そうなんだ。はぁ、面白い。っていうことで、まあ、サイドクエスト終わったんで、一旦ね、動画としてここで切ろうかな。まあ、次回、まあ、メインストーリーやるか、まだマップでね、探索するかわかんないですけども、あ、やっていきたいと思いますので、もしよかったら見ていただければと思います。それで今日の動画は以上になります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。